こんにちは。ゆうへいさん、猫ありがとうございます。猫のパン。きょうちゃん、ありがとうございます。目のパン。今日はまさかまさかの半袖の、まあ上着敷いてる、かけてるけど、でも長袖着ます。内田さん、ありがとう。メロンパン。暑くはないけど、半袖でもまあ耐えれるぐらい。でも上着着る、寒い。知財さん、ありがとう。 A さん、フランスパン、ありがとうございます。レッスンだから、レッスン着けど上は着る。さっき着替えたので半袖なんだけど。リカちゃん、かわいいと。猫、ありがとう。86さん、メロンパン、ありがとう。これはあれだよ、4周年の T シャツ、アンコールの T シャツです。りえちゃん、ありがとう。メロンパン。4周年 T シャツ同じの持ってる？本当？買ったのかな。4周年行ったらもらえるんですか？買ったのかな。そう、4周年のね、 T シャツよくレッスンの時はこれ着る。よく、まだ3回目とかだけどもらったから。前のレッスンは買ったばかりの T シャツを着てやったんだけど、今日は違うのに、なんか連続だったらあれかなと思って。ペコちゃんのも来たよ、来てる。ペコちゃんのまた月曜日もレッスンなので、そん時着ようかな。あとはなんかフリフリのノースリーブのやつとかもある。この、うん、なんか可愛いの欲しい。フランゲランネさん、フランスパンと焼きそばパン。サンドイッチ猫、ありがとう。86さん、あとありがとう。中野と、そう。なんか NMB さんみたいなさ、レッスン着きたい。 NMB さんみんな可愛くない？レッスン着が見たことある？100個ありがとう。86さん、
なんか NMB さんはめっちゃ可愛い、おしゃれ、みんなおしゃれだからいいなってなる。レカもああいうの着てみたい。NMB さんのしだれ柳、レカまだね MV 曲聴いてないんですよね。ジャケット写真は公開されたの見たけど、最近アイドルさんの MV 見れないからまた見る。いつか見ます。あ、あれだ、カメちゃん、ありがとう。ミキヤくん、かわいいよねこれ、メロンパンのカメ。ありがとうございます。昨日も聞いたけど、何パンが好きなの？レッスン着ね、可愛いとやる気アップする。ミホリンとかおしゃれかな。誰がやるかな。カレーパン多い。カレーパン、なんかね、広島にカレーパンのお店あるよ。今度行ってみて、ぜひ。レカ食べたことないけど。加藤さん、猫、ありがとう。昨日メールで送った、さあ、パン可愛くない？猫で思い出した。あれはハリネズミ。食べてないけどね。食べてないけど、写真だけ撮った。あんちゃんさん、猫、ありがとう。パン。おすすめのパン屋さん教えてほしい。何個か好きなとこあるよ。さん、メロンパンありがとう。髪めっちゃ伸びた。あんちゃんさん、メロンパンありがとう。
マサーさん、フルーツサンドありがとう。の道の猫の鉄板、なんか聞いたことある。多分先輩の誰かが言ってた。行ってみたい。シティーゴで売ってたのパン？そうなんだ。今あそこ使われてないよね、多分コロナで。ランゲランヌさん、キッチンさん、メロンパン、ありがとう。広島は緊急事態宣言になるの？だからあれなのかな、23何日かさ、無観客にならないか心配だね。大丈夫か、なんか 50% 以下みたいな感じだった。5000人もいないし、お船。朝ごはんパン派なの？レイカは朝ごはんはパンは 100% 食べないかも。食べる日はリンゴ食べるけど、食べない日はお茶だけ飲むとか。紅茶？16日からでしょ、なんか緊急なんちゃら、緊急事態宣言、まん延防止なんだっけ。レイカは何パンが好きだろう。メロンパンと全部好きだよ。食パンも好きだし、クロワッサンも好きだし。レイカのね、言えんけどめっちゃ好きなハチミツバターパンってのがあって、コンビニとかのじゃないんだけど、それがねめっちゃ好きな。めっちゃお腹鳴るんだけど。86さん、かわいい、ありがとう。カレーパンが、カレーパンなんか人気だよね。アップルパイも好き。全部好きだよ。あれは。中野と好き。変な趣味。変なフェチ。今日はレッスンがまた6時間ぐらいあるので頑張らないと。嫌いなもの、食べ物、マヨネーズはあんまり好きじゃない。納豆もあんま好きじゃなくて、パクチーとかも好きじゃない、水菜とかもあんま好きじゃない。あとなんだろう、そんなね、なくなったよ。ピーマンとかナシとか食べれるし、ナシ好き。嫌いだったけど野菜とか、嫌いなやつもあったけど食べれるようになった。大体牡蠣は食べたことない。
が嫌いだから、それでレイカも食べてない。あとお寿司もねほとんど嫌い。エビとかは好きだけど、エビとサーモンと卵ときゅうりとみたいなのしかね食べれない。マグロとか好きじゃない。あとなんだろう、辛いものもあんま好きじゃない。甘口とかしか食べれない。麻婆豆腐とかカレーとか。キムチは食べれる、甘辛くなければ。トモさんフランスパンありがとう。カッパ巻き食べれる。赤からもね好きだよ。でもゼロとかにする。ゼロからかな。高校の時めっちゃ行った友達と。好み焼き、すごい、おごってもらったの。好み焼き大好き。広島のお好み焼き超好き。いろんなお店巡りたい。なんかね好きなところ3つぐらいあるんだけど、でもあんまり行ってない最近。一番最新で食べたのが多分半年前ぐらいかな。もっと前だ、11月とかかな。10月11月ぐらい、去年だと思う。有名なお店は広島だとどこなの？みっちゃんみたいなお店とかいっぱいあるくない？偏屈屋とかが有名？行ったことないけど、あ、どっちかあるかも。オーディションの時にどっちか行ったかも。覚えてない。店名、店名が分かんないけど。でも有名な気がする。あの、お好み村？お好み焼き村があるよ広島に。電光石火も聞いたことある、見たことある。お店行ったことない。行く？東京にあると。東京にあるんだ、へえ。そうなんだ。駐在さん猫ありがとう。東京にも広島のお好み焼きあるんだね、嬉しいね。なんか秋代さん焼きそばパンありがとう。瀬戸内の美味しいものいっぱいあるって言うけど、あんまりね食べたことないから。食べたい。じゃあ今度お好み焼き食べに行こう。一人お好み焼きしようかな。電光石火も東京にあるの？うん、結構あるんだね。まあ確かにさ、なんか東京ってさいろんなとこのありそう。もう東京行けば全国のグルメ食べられそう。ダイヤに勧められた。そうなんだ、エイズは有名なんだね。行ったことないよ。なんかね
神戸のチーズケーキが食べたいの、秘密の県民ショーでやってたやつ。なんかあのテレビ好き、バラエティめっちゃ見る最近。マツコの知らない世界が好きやと。あとなんだっけ、有吉の壁も見るし、なんだっけ、あとなんかいろいろ見る。テレビ買ってない、あのパソコンで TVer で見てます。クラコン見た、あのサラちゃん、吉田サラちゃん、ミリアちゃん、サコちゃん、もう一人誰だっけ、あやぽん、クラコン見ました。TVerでなんかやってたので。めっちゃね、あれが面白かった、ミリタンのぐるぐるバットが面白かった。見てみて、もう終わったのかな、もう終わってるかも、配信期間。見た、ミリタンのねやつがめっちゃ面白かった。なんだっけ、あとなんかお腹の音鳴らすのを4人がやってた。プロデューサーさんが顔出ししてたよ。びっくりした。 FOD 入ってる、あ、そうなんだ。今まではテレビないから見てなかったけど、やっと見れます、嬉しい。もうテレビはね、広島に住んでる間はもう買うことないと思う。欲しいって言ってたけど、やっぱいいやってなった。そう、ミリタンめっちゃ面白かった。でもね、ぐるぐるバットって本当にね、ああなるんですよ、めっちゃ気持ち悪くなる。多分なんかあれがない、三半なんちゃらみたいな、三半時間みたいなのが弱い気がする。下手なのかな、なんかね、自分もああなると思う、やったら。ゆうへいさんありがとう。フルーツサンド、フルーツサンド流行ってるよね、インスタ映えみたいな。三半期間それぞれ、うん、ぐるぐるバットは無理ですね、できない。いるのかな、逆にフラフラならない人、どうやってやるんだろう。なんかターンするときみたいにさ、一点見つめるのかな、目つぶったらどうなのか分からない。すごいよね、そろそろ団長を読みます。13位デイビッドさん、ありがとうございます。12位オランゲランヌさん、ありがとうございます。11位キッチンさん、ありがとうございます。10位ギョフさん、ありがとうございます。9位リエちゃん、ありがとうございます。8位エイティロクさん、ありがとうございます。7位エイチパパさん、ありがとうございます。6位韓国のアンちゃんさん、ありがとうございます。5位アキオさん、ありがとうございます。4位ウレタルさん、ありがとうございます。3位ともさん、ありがとうございます。2位カピバラミキヤさん、ありがとうございます。1位はじゃん、加藤さん、ありがとうございました、ありがとうございました。ではレコーレッスンに行きます。バイバイ、ありがとうございました。またね、午後も頑張ってください。バイバイ。